して注目先行争いですが、ナイキハディライトはスピードを決めていきたいところですが、他の馬もやはりこの距離ですから速いですよね。そうですね、1枠オグリホット、アグネスジェダイ、クイーンロマンスですか、はい、この辺も行きますからね、はい、10番枠からナイキハディライト行けるかどうか、はい、ダートのスピード決定戦第7回の JBC スプリント、枠入り順調に進んでいます。名古屋から参戦のマサアンビションが16頭目最後に向かいます。体制完了、スタートしました。ちょっとキングオブライヒがスタートタイミング合いませんでした。内からまずはアグネシライが出ていきます。真ん中からプリサイスマシーン、それからクイーンロマンス、ナイキアディライト、内から藤野ウェーブ、外にはリミットレスビット、こういうに続いていきます。リミットレスビットの外側名称バトラー、内を進んでコアレスタイム、それからマサアンビション、オグリホットが続きます。クイーンロマンス少し後退、変わって上がっていくのはブルーローレンスとアドミナルサンダー、内を進んではキングオブライヒもこの圏内、ベルモントサンダー続きます。あとはノボトゥルーが行きまして、ロケットパンチがしんがり、前は3コーナーです。アグネシライ先頭、2番手1馬身差でプリサイスマシンが続きます。その後ろナイキアディライト600を切りました。前の2頭この辺り追っていきます。4番手に藤野ウェーブ、手が動いてリミットレスビット、内を進んではコアレスタイム、そして名称バトラーも手が動いています。手応えはどうでしょうか。4コーナーカーブから直線4脚を切りまして、アグネシライプリサイスマシン、外からナイキアディライト、この3頭が横に広がって外から追い込んでまいります。藤野ウェーブリミットレスビット、内を狙うのはコアレスタイム、横に広がりました。まもなく200、地方勢 JBC 制覇ということになります。藤野ウェーブやりました。1分11秒フラットの勝ち時計、48秒フラット、36秒7の上がりタイム。